ちは。はい、今回インターンシップに参加したきっかけを教えてください。はい、はい、じゃあこんにちは。こんにちは。早速質問します。はい、今回インターンシップに参加したきっかけを教えてください。はい、リクナビサイトで御社のことを発見し、説明会に参加した後、インターンシップに参加してみたいと思ったからです。はい、ではインターンシップを始める前の経験を教えてください。はい、大学にて Java、JavaScript、C を少し勉強していました。はい、では今回インターンシップで行った内容を教えてください。はい、ウェブアプリの作成を行いました。HTML と JavaScript を使用して作成しました。何を作成したんですか？ウェブアプリの、就活川柳のルーレットを作成しました。はい、あとは記事を書いて、動画を撮りました。何の？私の通っている拓殖大学についての記事を書いて動画を撮りました。はい、では、インターンを終えての感想を教えてください。はい、予定変更なので3日間という短い期間になってしまいましたが、それででもいい経験になりました。インターンシップということで会社内の空気も感じられて、こちらもとても貴重な経験になりました。以上ですか？はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。